あれは、1927年公開のアメリカ合衆国のロマンティックコメディ映画、サイレント。コスモポリタン試練祭のエディノア・アグリンの短編小説、イットの映画化で、グリーン自ら映画用にアダプテーションした。クララ・ボウはこの映画でスターとなり、イット・ガールという単語も生まれた。1927年1月14日に、ロサンゼルスでプレミア上映。2月5日に、 ニューヨークで上映した後、2月19日に全米公開された。長くフィルムは現存しないと思われていたが、1960年代になって、プラハでナイトレートフィルムのコピーが発見された。2001年、アメリカ議会図書館は文化的、歴史的、神秘的に重要なものとして、あれをアメリカ国立フィルム登録簿に保存した。デパートの売り子のベティは、 社長のサイラスが好きだが、所詮高値の花。そのサイラスのところに友人のモンティが遊びに来る。モンティは社長室にあったエリノアグリンの小説、イットを読んでデパートの女性従業員にイットのある女性がいないか探す。そしてベテを見つけ食事に誘う。ベテは乗り気はしなかったが、 ザリッツに行けるというので誘いに応じる。その夜、ザリッツでサイラスが食事をするのを知っていたからだ。ドレスがないので、ルームメイトのモリーと一緒に、普段着をリフォームする。ザリッツで婚約者のアデラと食事をしているサイラス。そこに、イットの原作者、エリノア・アグリンが現れる。イットのことを本人に直接尋ねると、もしあなたに、イットがあるのなら、愛する女性と結ばれるはずよと教えられる。 そこに、文気に伴われてベティがやってくる。売り場のベティとは見違えるように美しくなったベティに、サイラスは一途を感じる。サイラスがベティにまた会えないか尋ねると、ベティは答える。かけてもいいわ。次に会ってもあなたが私と気づかないことに、翌日、ベティが顧客のクレームで困っているところに、サイラスが通りかかる。ベティが言った通り、サイラスはベティに気づかず、客の返品に応じ、 担当者は後で社長室に来るようと命令する。社長室でベティが自分から名乗ってサイラスはやっと気づく。賭けのご褒美としてコニーアイランドでデートする。ベティをアパートまで車で送ったサイラスはベティにキスしようとするが、ベティは軽く扱われたくないので拒む。ベティのアパートに児童相談所の職員がやってくる。ルームメイトのモリーには赤ちゃんがいるが、 母親が働けないなら赤ちゃんを保護するというのだ。見かねたベティは赤ちゃんは自分の子だと嘘をつく。児童相談所職員は確認を取るためデパートまでやってくる。サイラスはベティに子供がいると信じショックを受ける。ベティがそのことを隠しているのは金目当てに違いないと思い込みに別れを告げしばらく街を離れることにする。ベティもショックでデパートの仕事を辞める。 そこに、モンキが訪ねてきて、事情を知る。誤解を晴らそうと、モンキと共に、サイラスのヨットに行く。しかし、なかなか仲直りできない二人。そんな時、ヨットが別の船と衝突。海に投げ出されたアデラをベティが救助。そうして、やっと、ベティとサイラスは結ばれる。パラマウント映画は、原作料として、グリーンに5万ドル支払い、さらに映画に出演させ。 原案、殉職とクレジットした。脚本は、ホープロア・アリングとルース・ディ・ライトン、さらに、インタータイトルを、ジョージ・マリオン・ジュニアが担当した。カール・サンドバーグは、グリーンの小説は、映画とは全く違う、と言っている。オリジナル版では、主人公は、磁石のように人を引きつける男性だった。しかし、パラマウントのプロデューサーたちは、主人公を女性に、 さらに上流階級から労働者階級に変更した。グリーンはそれを了承し、何の問題もなく、作業は進められた。舞台女優のドロシーツリーが、某の同僚役で映画デビュー。ゲイリー・クーパーも新聞記者役で出ている。全米で大ヒットし、工業収入の新記録を打ち立てた。批評家たちも絶賛、特に主演の某は、見る喜びとまで言われた。 あれによりクラーラボーは1920年代を代表する人気女優になり、イットガールという単語も辞書に載るまでになった。ありがとうございます。